外の高さはもう最も高いと評価されていますので、はい、もうゆっくりご覧ください。ここからです。ここから前方車輪を回りまして、この後ですね。うわすごい高いですね、はい、場内からカメラのフラッシュ。コカチェフ飛び越しですね。これも高い。大きいですね、はい。車輪1回ひねりから続いて着地決まりましたね。決まりました、はい、これはいい出来です、はい、中国反撃。イエーガーがあって、そしてコカチェフが入りました。2つの離れ技、着地もドンピシャに決まりました。現在トップがポトラック 9.925 ですが、すごい高いですね。多分それを上回る点数は出てくるとは思いますね。はい、離れ技2つの高さが完璧ですし、着地も決まってますから、はい、いや場内この拍手の音をお聞きください。はい、10点満点を要求する手拍子です。152センチの16歳、前回のロッテルダムの世界選手権ではこの段違い平行棒で6位になりましたが、出ました、10点満点。まあ文句はないですね、はい、降りの2回宙返りも膝の開きもほとんど見られませんでしたから、はい、10点満点が出ました。中国韓敵段違い平行棒ではこの大会4回目のことです。まず金メダル確定。